始めて皆さんこんにちは、佐田純一と申します。今はですね、10年間勤めた会社を退職して、小さな保育所を作る準備をしております。振り返ると10代の時はですね、比較的ですね、自分を解放して、自分の好きなこととかを自由に表現できたように思います。しかしながらですね、大学を卒業して20代になった時はですね、社会のいわゆるガチガチのフォーマットに、ガチガチに縛られていて、何か自分の感情を出すというよりも、損得感情で動いていたような気がして限界を感じておりました。ですので、10代の方はですね、